島野武氏は、日本の政治家、弁護士、元、仙台市長。島野緑、春夫妻の子として、福岡県福岡市、荒戸町に生まれる。島野家は、伊達政宗以来の仙台藩主の家柄で、価格は、南土奉行などを務める大藩士であった。父緑は、同じく大藩主の小野家から、島野家に養子に入った人物で、陸軍に入り陸軍大佐まで進み、 退役後には仙台藩死会会長、仙台市会議員を務めていた。1908年、父の退役に伴い仙台市に移る。1912年、宮城県立市藩学校附属小学校に入学し、1年から6年まで球長を務めた。1918年、旧姓宮城県立第一中学校に一番で入学し、その後には父の勧めで、 陸軍幼年学校を受験したが、視力が足りずに、身体検査で不合格となった。1921年には、家族と共に、静岡県沼津市に移ったが、1922年、第二高等学校に一番で入学し、仙台に戻った。二高在学中には、土井万水に英語を習った。1926年、東京帝国大学経済学部に入学。 高校時代に左翼思想の影響を受けていたため、東大新人会に入会し、経済学部の講義には一度も出席しなかった。1927年、新人会幹事長と全国学生社会科学連合会委員長に就任した。1928年、島野の兄である角谷博士が3.15事件で逮捕され、同4月15日には、 新人会の関係者も多数検挙。島野も逮捕され、翌日釈放された。大学外の労働運動に参加するようになった。島野は、関東金属労組大崎支部の初期に選出された。1927年7月には、共産主義青年同盟にも参加したが、1929年、治安維持法違反で逮捕され、起訴されたものの、 共産党に入党していなかったことから保釈された。東京帝国大学は中退となり、共産党員で獄中にあった実刑の角谷博氏の勧めで弁護士を目指すことになった。1930年、高等文官試験司法課に合格し、1931年、弁護士を開業する。弁護士としては、自らも経験した治安維持法による検挙者の弁護に当たった。 戦争の激化に伴い、弁護士の仕事がなくなったため、南京国民政府顧問となっていた兄、角谷博士がいた上海に渡ったところで終戦を迎えた。1946年、博士は戦犯として中国で逮捕され、島野がその弁護に当たったが、同年11月の国外退去命令を受けて日本に帰国した。帰国後は東京で弁護士活動を行い、 1950年には東京弁護士会副会長に就任した。その他、日弁連人権擁護委員や東京家庭裁判所調停委員、東京都地方労働委員会委員などを務めた。島野は1955年、左右者回答などの推薦を受けて仙台市長選挙に立候補した。当時の仙台市長、岡崎英松は優れた都市政策を行っていた一方、 参戦を経て、ワンマン化しており、私服公部汚職事件、秋保電鉄買収問題、岡崎市長実前太平洋市長会議の旅費問題などの諸問題が発生していた。島野は、仙台市政の刷新を訴えて選挙戦を戦ったが、結果は落選であった。しかし、開票事務に不正があったとの訴訟が起こり、1957年、最高裁判所によって、 当該選挙の無効とやり直しが決定された。それを受けた1958年のやり直しの仙台市長選挙で日本社会党などの推薦を受けて再び立候補した島野は75,650票を獲得して当選、仙台市長に就任した。以後、7回連続の当選の間に全国市長会長、全国革新市長会副会長も務めた。 シマノは旧仙台藩士の子孫でもあり、微笑みの市長と呼ばれて市民の支持を得、革新姿勢を展開した。当選直後には、それまでの閉鎖的な姿勢の体質を改善するために市役所を市民へ開放した。シマノは、ツバメと市民はいつでも市長室へどうぞと語り、姿勢頼りの仙台自然世帯への配布や市長を囲む懇談会などを開始した。 シマノによる健康都市宣言は下水道整備を完成させ、梅田川に見られる市民参加の浄化活動を進展させた。また、仙台市八木山動物公園や交通公園、プラネタリウムや仙台市科学館などを建設した。交通政策では1976年に仙台市電を廃止し、仙台市地下鉄南北線の導入に尽力した。一方、 1967年に計画した1000円地区の合併は失敗に終わった。また、社会教育、生涯教育には冷淡であり、仙台市の図書館整備を遅らせることとなった。また、在任後期の頃には郊外の開発が進み、交通状態が著しく悪化する中、特に泉市、宮城町方向への道路建設には後手に回った感があり、 仙台旧泉市間のバイパス道路、仙台西道路等の建設に関しては、建設に回帰的な見方を示していた。市長在任7期目途中の1984年11月6日、公用車での帰宅中に、体の不調を訴えて、仙台市立病院に緊急入院したが、同日夜に大動脈弁狭窄症のため死去。79歳没。島野の,の墓所は、 仙台市若林区荒町の正出川にあり、方名は、県政院殿、人市大鳥りあきら仙台古児である。仙台市博物館近くの公園には、島野の郷像が建てられている。ありがとうございます。